新しい、まあ、総理大臣の趣味になりました。今度の安倍体制の下でのですね、政党配置を見ますと、まず消費税の問題ではですね、三党合意を結んだ自公民を中心にですね、まあ、いわば消費税増税連合が作られている。それから憲法の問題ではですね、自公を中心にして、維新の会、そしてみんなの党などを含めてですね、改憲連合が作られている。ですからこういう政党状況のもとでですね、この安倍体制、増税連合、改憲連合に対してですね、正面から対決して国民の利益を守り、そして平和や民主を守って奮闘する野党としての仕事をですね、しっかり果たせるのは日本共産党という、こういう対決の構図がはっきりしてきたと思っております。ですから私たちは国会では今8議席ですけれども、増税の問題でも改憲の問題でもですね、国民多数の声に立っていると確信を持っておりますので、そういう国民多数の声を代弁してですね、大いに新しい国会で、論戦も行い、そして国民的共同も広げたいと考えております。以上です。安倍内閣が、まあ、今正式に発足するんだと思いますけれども、うん、まあ、安倍総理大臣、それにも、まあ、安倍さんに近いとされる、まあ、共産党さんからすれば右寄りの方々も顔ぶれには並んでいると思いますけれども、こうした面々についてはどのような評価をされていますでしょうか。うん、やはり全体としてはですね、憲法改定ということがですね、現実政治の日程に上ってくる危険性を持った布陣だと思っております。でまずはですね、96条から改定するというスケジュールのようですけれども、まずそれで外堀内堀を埋めて、そして9条を改憲するという段取りがですね、もうかつての前の安倍内閣の時にそういうスケジュールが既に明らかにされているわけで、ですから私たちは今度の布陣の中でとりわけですね、日本が世界に誇る憲法9条、これをですね、何としても守り抜きですね、そして9条を生かした自主自立の平和外交で世界やアジアに貢献する、そういう新しい日本を作るということをですね、大いに国民的に議論も起こし、そして憲法擁護の揺るがない国民的多数派を作っていくことがいよいよ大事だと、その責任は非常に日本共産党にその大きな責任があるということもよく自覚してですね、頑張りたいと思っております。もし質問があったら恐縮なんですけども、安倍総理ですね、まあ、経済を優先する考えの時に強めてますけども、安倍総理が掲げてらっしゃる経済政策についてはどのように見てらっしゃいますか。主に無制限の金融緩和と大型公共事業のばらまきというのがね、そのメニューですから、これは両方とももうすでに破綻したメニューだと思うんですね。それで、そしてこの2つの、まあ、いわばカンフル剤を打って、そしてなんとか表面上の数値だけでも景気を見せかけの上で良くして、そして消費税の増税を強行しようということですから、これこの道進んだら本当に国民の暮らし、あるいは日本の経済財政破局に陥ると思います。ですから今度の私は総選挙でですね、全体として国民がですね、増税に信心を与えたとは言えないと思うんですよ。なぜならば党首討論会も何度もありましたけれども、この増税法案を通した民事公のですね、党首のどなたもですね、増税について訴えられなかった、いわば増税隠しで選挙をやり過ごした。ある党首討論会では安倍さん自身が増税の実施をやりますかやりませんかと丸バスで問われて、両方出さないということもありました。ですから正面から増税やらせてくださいということをですね、自公民は国民に問うて、信任を仰いだわけでは到底ないわけですから、私は戦いは本当にこれからだと思っております。
国民的な運動とですね、今度の参議院選挙での審判で、増税の実施を食い止めるために頑張りたいと思っております。まあ、安倍さんの経済政策についてはデフレ不況を打開するというのであれば、やはり働く人の賃金を、ね、引き上げると、そして所得を増やすと、そして内需を活発にすると、これは最大の鍵なわけですよ。でこの考え方が全くない、のっぱら金融の緩和と一部の大手ゼネコンだけが潤うような、ね、大型公共事業とのばらまきというやり方ですから、これは当面の経済危機の打開という点でも役に立たないどころかですね、副作用や矛盾がいよいよ激化する内容だと思います。でそれをやった上で消費税増税ということになったら、これは日本の経済奈落の底に突き落とすことになると思いますから、やはりそういう道とは全く違うね、私たち対案をしっかり明らかにしておりますから、それを大いに掲げて頑張りたいと思っております。他ありますか？よろしいですか？じゃあありがとうございました。どうも。